ファンクラブ限定ではあるんですけど、交流を図るイベントがあるんで、タキとか大使やったら誘ってんじゃん TV ガガガガガー。皆さんおはようございます。今日はですね、試合日当日なんですけど、森脇メンバーに入っていないので、今日は試合メンバーから外れた選手たちがどのように過ごすのか、カメラを回していきたいなというふうに考えてます。今日はですね、ちょうど久しぶりにファンクラブ限定ではあるんですけど、試合会場に早めに行って、メンバー外れた選手とファンクラブの皆さんの、ファンサポーターの皆さんと交流を図るイベントがあるんで、そちらの様子もカメラに収めていきたいなというふうに思ってます。はい、皆さん楽しみに動画を見ていただけたらなと思ってます。それでは1日のスケジュールと1日密着を撮影していきたいなと思います。まずは今から練習に向かっていきたいなと思います。それでは皆さん行ってきます。はい、皆さん今練習を終えて、自宅の方に帰ってきました。これから少しまだ時間が、4時間ぐらい出発まであるので、家の中でゆっくり過ごしたいなと、家族と一緒にゆっくり過ごしたいなっていうふうに思ってます。またカメラを回させてもらいます。はい、皆さんこんにちは。これからスタジアムの方に向かっていきたいなと思ってます。今日はちょっと試合前にメンバー外れた選手たちは、チームのイベントがあるので、集合時間ちょっと早めの集合になってまして、イベントに備えたいなっていう感じですね。いつもは7時から試合だったら、6時45分ぐらいにはスタジアムについて、みんなのウォーミングアップが終えるのを迎えて、みんなでエンジンを組んでピッチに出る選手を送り出すっていうのがメンバーを外れた選手たちの流れなんですけど、今日は7時からキックオフなんですけど、4時45分に集合して、5時から6時まで1時間ぐらいチームのイベントがあるんで、そちらの方に備えたいなというふうに思ってます。はい、行ってきます。はい、皆さんこんにちは。今ニンジニアスタジアムの方に到着しました。時刻は4時40分頃なんですけど、それでは行ってきます。今スタジアムの横を通過して、これからロッカーに向かっていくんですけど、イベントいっぱいやってますね。やっぱりイベントをたくさんやってて素晴らしいですね。マキと、いや、森脇亮太の服が、これトシヤの服？トシヤ。マキとやったな。マキと。俺はやらないんですよ。本当に。本当に絶対やった。このマキとか大使やったな。でもね、もう一人マスク取って、いや、マスク、マキとマスク取って、マスク取って、あ、やったか。もう唇がペクペクしてたよ。これはマキと、もう許すから、マキと今や言ったら許すから。いやね、こっちも今日怪しいんだよ。出てたよ。出てたよな。はい、この2人なんよ。大使、もう許すから。許すか。俺だけこの服はおかしいやろ。え、じゃあやばい、時間やって。ほんまにこれはちょっと、まさか教授か。いや違うね、教授はそんなんせんもん。絶対早くマキと遅刻しちゃうやん。昼夜がアッポだったやん。あんた、もう今度デートすること言わなかった。おいや、誘ってた。
誘ったじゃん、自分から。マキとごまかそうとしなくていいの。早く。やったな。本当にマジで。いや、なんかこの、こういうしちゃったら、遅刻しちゃうから。本当に。あ、誰が冷蔵庫に入れたのにや。ウッチやな、ハンディは。ほんとに。ああ、冷蔵庫に先輩の。あ、キンキンや。冷やしといてくれた冷やしといてくれたのハンディやば。ハンディやば、爆発臭いから。あか、冷やしてくれたやな。ほんまに。ありがとう。シュウヤが。優しいな、ほんとにもう。ありがとうね。キンキンやば。今からみんなでイベントに向かっていきたいと思います。りょうすけくん、あーかっこいい横顔やね。ちょっとやってきます。えしっかりやってきます。えごめん、耳が遠いな。ほんとか言って。今からイベントです。行ってきますよ。行ってきます。盛り上げて。今日どんなイベントなの？今日はね、ファンクラブ限定のファンファンクラブっていうトークとかサイン会動画、そういうイベントですね。で、今日盛り上げていくで。頑張るよ。行くよ行くよ行くよ。すごいイベントが。今、京次選手と前田涼介選手がトークショーしてます。やってるやー、いい3人やね。マキとその笑顔ずっと続けてよ。なんでよ、無理じゃないよ。恥ずかしいのからこの3人で、陽生と空と3人で写真撮影をしたいなと思います。どう、意気込み。頑張ります。意気込みじゃないね。戦います。戦うの。そうで。汗かきます。ね、汗かいて楽しもうね。はい、楽しもう。来てくれるかな、ファンの方々。ちょっといないですけど、ね。来てほしいよね。そしたら、ゼロやけど、自分らで募集しよう。ね、呼びかけよう。ね。頑張りましょう。楽しみましょう。はい。こんにちは。ありがとうございます。お願いします。真ん中でじゃあ。この時は、マジで。楽しいよね。あ、ちなみに、最後の方も、もう、よし。はい。どんどん皆さんね、まだ行っていただいても構いませんが、全体が、ファンファンファンクラブで、やかましいところは絶対、その間に負けませんので、ありがとうございます。よろしくお願いします。お、こんにちは。どうぞどうぞ。いいね、浴衣。お、いいね。可愛いじゃん。来ていただきましたけども、まずトークテーマ第一、お互いのすごいところ、ぜひ真似をしたいところについて語ってください。こんなトークテーマ来ております。なるほど。これサッカーのことであってもなってもいいです、はい、この形どっちでもいいってことですね。はい、構いません。ウッチーのいいところはね、はい、いっぱいありますよ。様子見たいところ、まずはキックの精度。これは本当にね、J1 でもトップクラスなところがあるんじゃないかなみたいな人がもうスタンバイしてると、あえてやりにくいわ。やりにくいですよ。ウッチーがねもう構えてこうやってそうなんかこの風貌ですよ。いかつい顔で見てたら盛り上げるわ。例えばウッチーの真似をして、うんうん、こういう風な感じで見てたら多分相手失笑してますよ。変な顔だなあいつはって本当誰も笑ってない。いや笑ってます。笑ってめちゃくちゃでこういうとこじゃあ今度は内田選手からいかがですか、はい、森たくさんあるんじゃないです。こういうところナイスね。ナイス。じゃあ冗談で冗談でプレー面では、はい、まあ、広島やる時からずっと思ってたんですけど、はい、やっぱ縦パスの質が全然違うなっていうのもあるし、ボール扱いっていうのは本当
すごいですね。一緒にやってて思うんですけど、ちょっと どうすごいのか聞きたいね。うん、具体的に詳しくね。やっぱ見えてるとこが違うんですよ、うんうん、やっぱ遠いとこからしっかり見えてるんで、うん、そこには出さないだろうっていうとこにパスを通したりっていうのは本当すごいところですね。横でスタッフ見てください。終了終了ずっと出してるんですよ。早いですよ。ダメ、まだ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 試合始まらないですから、もっとねうち行きたいですよ本当に。鈴木はぜひ FM ならタイトル、 FM タイトル、あ、そうですね、誘ってんじゃんレイディオの方で皆さんぜひいろんなトークをさせてもらってるんで、ぜひ FF カミカミだ、いつも噛むんですよ、いいところで本当に。FM 愛媛さんのラジオをぜひ皆さん聞いていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ最後にですね、お 一人ずつちょっと皆さん、ファンの皆さんにメッセージをいただいていいですか。今日もこれだけ多くのたくさんのファンサポーターの皆さん集まっていただき本当にありがとうございます。そして、スタジアムにもいつも集まっていただいて本当にありがとうございます。これから愛媛市がどんどん上がっていくためには皆さんの力っていうのは必ず必要になるので、もっと僕たちも頑張って努力をして皆さんの期待に応えられるように頑張るね。皆さん引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。森脇亮太選手でした。そして続きまして内田健太選手、一言お願いします。まだまだ皆様の期待に応えることができてないと思うので、どんどん結果出してしっかり昇格できるように頑張るので共に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。共に戦いましょう必ず。やそして戻りましょうね、 J2 に。一度大きな拍手を。ありがとうございました。森脇亮太、内田健太、今イベントが無事終了しました。たくさんの方が来てくれました。嬉しいですね。はい、皆さんおはようございます。昨日試合終わって家帰ってきた時に、動画を回したんですけど、もう真っ暗で、森脇の顔が全く見えなかったんで、今日試合の翌日の朝、カメラを回させてもらってます。まあ、森脇の顔が見れない方がねちょうどいいかもしれないですけど、まあ顔を出してね、お話しできたらなと思ったんで、朝にカメラを回させてもらってますね。昨日は試合は、2対0で、完勝っていう言葉が正しいのかな。まあ本当試合をね90分間、終始ゲームを支配して、勝利を収めることができたんじゃないかなと。まあ2対0で勝ったんですけど、決定的なチャンスもねたくさん作れた中で、まあ本当に4点5点入っててもおかしくない、4、5点取らなくちゃいけないゲームであったのも確かかなと。まあそこはねチーム全体としてまたそこの得点にこだわる、得失点差も大事なんだっていうのをチームでねもう一回再確認して進んでいきたいなっていうふうには思ってます。はい、今日これから、トレーニングなんですけど、まあね、昨日チームが勝った喜びと、また、自分自身ピッチの上に立てなかった、立ててない悔しさを持って、今日のトレーニングしていきたいなと、トレーニングに向かっていきたいなと思ってます。やっぱりね、選手としては、ピッチに出て、活躍して、チームの勝利に貢献したい、そう思ってる選手がもう全員だというふうには思ってるんで、やっぱり、試合にね出られなかったら出られなくてチームが勝ってしまえば、嬉しい気持ちと自分もピッチに立ちたいっていうそういう悔しい気持ち両方抱えるのは事実だというふうには思ってるんで、まあその喜びとね、チームが勝った喜びとさっきも言ったように悔しさを持って、僕自身もトレーニングに向かっていきたいなと。どんな状況でもねやっぱりチームが勝つことがベストだし、チームのためにみんなそれぞれねベストを尽くすっていうのが一番重要なところだというふうに思ってるんで、まあ引き続きみんなで、出てる選手出てない選手限らずみんなで、
チームをね底上げできるようにやっていきたいなと思います。はい、それでは今から練習に行っていきたいなと思います。行ってきます。バイバイ。あと最後に昨日本当に多くの方と久々にファンクラブ限定ではあるんですけどファンの皆さんと、サイン会をしたり、写真撮影会をしたりトークショーをしたりしたりしましたけど本当に1時間という時間でしたけど素晴らしい楽しい時間を過ごすことができました。もっともっとねコロナが落ち着いたらたくさんいろんなことをしたいなというふうに思ってますけどまあ一つの進歩かなというところは感じたんでまあこれから多くのそういう触れ合いの場が、また日常がね戻ってくることを、願いたいなというふうに思ってます。本当に楽しい時間を過ごすことができました。はい、ちょっと皆さんに報告したくて、最後にお話をさせてもらいました。それでは練習に行ってきたいなと思います。行ってきます。バイバイ。